ビクトル・ピツルカは、ルーマニアのサッカー選手、指導者。ウニベルシタテア・クライオバの下部組織でサッカーを学び、1974年に18歳で2部リーグのディナモス・ラティナに入団して、選手キャリアをスタートさせた。1年後に、ウニベルシタテア・クライオバに復帰すると、その後は、複数のクラブを渡り歩く。1983年にステアウアブカレストへ、 移籍すると1985年からリーグ5連覇、ルーマニアカップ優勝4回に貢献。UEFA チャンピオンズカップ1985から86では決勝でスペインの FC、バルセロナを下しルーマニア勢及び東欧勢として初のチャンピオンズカップ制覇に貢献した。個人としても1987から88。 シーズンのルーマニアリーグにて31得点を挙げ、得点王となった。1989年にフランスの RC ランスに遺跡し1シーズンだけプレーをした後に現役を引退した。ルーマニア代表としては1985年にデビュー。1986年6月4日に行われたノルウェー戦で代表初得点するなど1987年までに、 国際 A マッチ13試合に出場し6得点を記録した。しかし FIFA フフワールドカップや UEFA 欧州選手権などの国際大会に出場することはかなわなかった。RC、ランスを退団後に現役引退をしたピツルカはすぐに指導者の道へと進み、フルスノステアウアブカレストやウニベルシタテアクライオバの監督を務める。1996年に ルーマニアユーマイナス21代表監督に就任すると地元開催となった1998年の UEFA ユーマイナス21を終戦試験で指揮を取った。1998年にルーマニア代表監督に就任すると UEFA ユーロ2000予選を突破したもののゲオルゲハジやゲオルゲポペスクラといった主力選手と対立し大会前に解任。その後は ステアウやブカレストの監督を二度務めた。2004年12月、アンゲル・ヨルダネスクの公認として、再度代表監督となる。アドリアン・ムトを中核に据えた、堅守速攻のサッカーで、UEFA ユーロ2008予選を突破。本大会では、オランダ、イタリア、フランスと同じグループとなり、全敗も予想されたがフランスに0の0、イタリアと1の1で引き分ける。最終戦で、 オランダに0-2で敗れ決勝トーナメント進出を逃した。しかし 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では初戦で各下のリトアニアに0-3で敗れ2戦目のフェロー諸島にも1から0と新勝するなど苦戦が続き2009年4月1日に敵地で行われたオーストリア戦を1-2で敗れた。ルーマニアサッカー連盟は2008年から2009年にかけて 満足な結果を残すことができず、ワールドカップ出場が困難になったことを受け同月9日に、ビツルカの解任を発表した。後任には、ラズバン・ルチェスクが就任した。2010から11シーズンより、オーナーのゲオルゲ・ベカリの同意を得て、ステアウェブカレストのクラブ運営の全権を掌握し、ゼネラルマネージャー兼監督に就任。しかし、2010年8月8日、 ベカリとの対立から59日で辞任した。8月26日、ウニベルシタテア・クライウバのゼネラルマネージャー兼監督に就任。2011年1月、クラブによる給料未払い問題でオーナーと対立し解任された。2011年6月14日、ルーマニア代表監督に3度目の就任を果たした。2014年10月16日、 あるいてハドの監督に就任するため、ルーマニア代表監督を退任した。ありがとうございます。